今やファッション界が注目するおしゃれな個性派が勢揃いの韓国。そんなエンタメ大国で世界的トップモデルとして活躍しつつ、演技や音楽でも幅広い才能を見せる俳優が多数いることをご存知かしら。今回はそんなマルチに活躍するモデル出身の韓国俳優特集。調査した結果、その人数は優に30人を超え、今回は第1弾としてよりすぐりの10人をご紹介。お目当ての方が登場しなくても続編に期待してちょうだい。ではまずは今一番会いたいあの方から。漫画の世界から飛び出したような完璧ルックスのリア恋男子、ナムジュヒョク様。恋のゴールドメダルでは体育大学水泳部のトップ選手、スタートアップでは天才プログラマーの若き起業家。爽やかなルックスと幅広い演技表現が魅力な彼はチャンギヨン様に憧れモデルを目指す。実は学生時代バスケットボール選手が夢だったけど怪我の手術で断念。歯列矯正しながらもモデルとして活躍するチャンギヨン様を見て夢を抱いたの。経済的理由で大学進学できなかった彼はモデル事務所 K プラスの1日モデル体験で1位を獲得しチャンスをつかむ。小学生としてアカデミーで3ヶ月間学んだ K プラス所属モデルとなるや、その1ヶ月後に韓国ファッションブランドソンジオのショーでランウェイデビュー。瞬く間に人気モデルへ上り詰めるわ。MV 出演を機に俳優としても活動開始し、2015年恋するジェネレーションで初主演以降大躍進を遂げ、今ではディオールアンバサダーの肩書きまで我が物に。現在兵役中で寂しいけど、最新作ビジランテではまた影のある相性抜群な役柄で私たちを楽しませてくれたわね。溢れる大人の魅力で画面を凌駕するビジュアル界の大御所、チョインソン様。大丈夫間では完璧なルックスの人気小説家、ムービングでは飛行能力を備えた国家情報員。見れば見るほど虜となる中毒性抜群な演技力を持つ彼は俳優になるためモデルの道へ。小学校の頃から歌手を夢見るもチョンウンソン様に憧れ一気に方向転換。俳優という夢を叶えるため、生まれ持った容姿を武器にモデルとして芸能界への扉を叩き、MBC アカデミーのオーディションに挑戦。今や超名門スター養成学校の栄えある一期生となり、当時大学生の彼はわずか1ヶ月で頭角を現しモデルデビューを果たすわ。その後、念願の俳優への切符をつかみ、バリでの出来事ではペクサン芸術大賞最優秀演技賞を獲得するなど受賞歴多数。しかもドラマの中でもファッションに注目され、ファッショニスタとして有名なのよ。大ヒット中のムービングでは華麗なアクションと圧巻の演技を披露。チョインソンの魅力を再発見と世界中を賑わせる中、バラエティ見習い社長の営業日誌3が韓国で10月から放送中よ。190センチの長身、彗星のごとく現れた宇宙人並みのプロポーション、ムンサンミン様。マイネームでは末っ子刑事、シュルプではちょっとやんちゃだけど才能を秘めた次男。ビジュアルに加え低音ボイスも魅力な彼は担任の勧めでモデルを目指す。夢は体育教師だったけど、中3で184センチという恵まれた体型を武器に、ソウルの芸能高校モデル科に進学し単身上京。高校生でランウェイデビューするなど才能を証明するわ。でも授業で演技に触れ俳優の道へ進むことを決意。ソンギュンガン大学の演技芸術学科を受験し、競争率90倍の難関を突破し、大学1年にしてウェブドラマデビューも果たすの。彼の人生を一変させたシュルプと出会ったのは2022年。オーディションを受けた彼に監督は、印象が強烈で声や体格、特に両面的な感じがある目つきが気に入ったと、数ある王子キャラの中で最も重要なソンナムテグンに大抜擢。本作でペクサン芸術大賞新人賞を獲得し、ライジングスターの名を欲しいままに。次回作ウェディングインポッシブルでテレビドラマ初主演に抜擢。しかもラブコメだから期待しかないわね。軽ゾンビ作品で華麗なアクションを披露した元祖顔天才、カンドンウォン様。1% の奇跡ではイケメンだけど性格最悪な財閥御曹司。映画ベイビーブローカーでは赤ちゃんポスト職員でブローカー。
甘いルックスにアクションまで、存在感マックスな彼は大学時代に路上スカウトされモデルデビュー。1999年デビュー後、非現実的で中性的なビジュアルがデザイナーにも好評で、2002年にはパリコレの舞台にも立ったのよ。モデルの上達のために通った演技授業で俳優に目覚め、MV 出演を経て2003年ドラマデビュー。2004年映画初主演作狼の誘惑で見せた傘の胸キュンシーンは今でも韓国映画史で語り継がれる名登場でパロディでも有名よ。衣装の着こなしはさすがで、2022年にはルイ・ヴィトンのアンバサダーに抜擢。ベイビーブローカーで出席したカンヌのレッドカーペットではヴィトンのタキシードを着用し歩く姿はもはやランウェイ。BTS の V 様が兄としたいロールモデルと公言するように、性別問わずファッショニスタとして支持されているわ。優しい笑顔についた愛称はウェブドラマ界のパクボゴム、チェ・ジョンヒョプ様。ストーブリーグでは万年最下位野球チームの末っ子投手。分かっていてもでは幼馴染のヒロインに一途な二番手くん。爽やかで好感度抜群な役を手繰り寄せる彼は、語学留学中に友人の勧めでモデルを志す。ご両親の英語教育の一環で高校からなんと南アフリカで過ごした彼。そこで見つけたモデルの夢を叶えるべく帰国し、ソウル総合芸術学校モデル学科に入学。2014年からファッションショーモデルとして活躍したわ。やがて2016年にウェブドラマでデビューするけど、実は当初俳優の道は考えていなかったとか。英語が堪能でアメリカドラマのオーディションを勧められ、準備する過程で演じる楽しさに目覚めたの。2021年、分かっていてもで知名度が急上昇して以来、テレビドラマ主演作が舞い込むようになり、最新作無人島のディーバでパクウンビン様と共演を果たし、繊細な涙でヌマミンのハートをわしづかみにしたわ。そして次回作ではなんと2024年1月放送の日本ドラマ I Love You の主演に抜擢。二階堂ふみ様演じるヒロインとロマンスを繰り広げる韓国留学生役とのことで、今からテレビで拝める日が待ち遠しいわね。大人チャーミングな魅力と切れ長の目でミステリアスな雰囲気を併せ持つイーミンギ様。この恋は初めてだからでは独身主義のアプリ開発者。私の解放日誌ではヒロインの兄で息苦しい人生から解放されたい男。ロマンス職人の異名を持つ彼は大先輩にインスパイアされモデルの道へ。高校時代の夢は屋台を開くことだったけど、周りは進学していく中将来に焦りを感じていた時、チャースンオン様の活躍が目に留まり、夢を抱きモデル学科のある大学に進学。すぐに活動を始め、なんと入学翌年にはソウルコレクションで憧れのチャースンオン様と共にステージを輝かせたわ。その後ネットに投稿した一枚の写真がチャンスを引き寄せ、事務所社長がドラマプロデューサーに紹介してくれたことで2004年俳優デビュー。抜群の美酒を生かした作品の数々で華々しい印象だけど、最近は私の解放日誌ヒップタッチの女王とイケメンキャラを封印。アラフォーになった今、新たなステージに突入ね。とはいえエクセレントなモデル体型は今なお現役。ドラマの宣伝グラビアではさすがのお姿を拝むことができるわよ。白雪姫のような美白の微笑み王子は永遠のベイビーフェイス、アンジェヒョン様。星から来たあなたではヒロインの弟で可愛すぎる姉思いな不思議ちゃん。シンデレラと4人のナイトでは素直になれない俺様御曹司。MC バラエティまでマルチな魅力爆発の彼は事故がきっかけでモデルの道へ。進学した経営学科の大学が適性に合わず将来に悩んでいた23歳の時、不運にも交通事故に遭い、病院のベッドでふと長身を生かしてモデルになるのはどうかと夢を抱いたの。退院後はバイトをしながら大学とモデルアカデミーに通い、2008年ソウルファッションウィークで念願のモデルデビュー。新人モデル賞を受賞するなど早くも頭角を現し、バラエティ番組で認知度を上げ、2013年ファッションモデル賞を受賞し
トップモデルの称号を得たわ。俳優デビュー作星から来たあなたでは早速新人賞を受賞。バラエティ審査勇気では素直な姿を見せファンが急増。僕が見つけたシンデレラではなんと8キロ増量して俳優魂を発揮と、常にストイックな彼のこれからにも目が離せないわ。その妖艶な瞳で見つめたもの全てを虜にしてしまうリアル人間組法、チャンギヨン様。マイディアミスターではヒロインにつきまとうクズ男、キュービの狐と危険な同居では999歳のキュービの狐。心地よいセクシーツヤボイスでとろける色気を醸す彼は、ビースヒョク様のランウェイに憧れてモデルを目指す。倍率100倍の四院大学ミュージカル演劇学科に入学するも、モデル演技専攻のあるソギョン大学へ編入し、2012年ソウルコレクションでモデルデビュー。弱みだと思った熾烈矯正がチャームポイントとして注目を浴びたの。2013年には IU 様の MV などで演技経験を積み、翌年大丈夫間で俳優デビュー。ドラマ出演の傍ら、ミラノでランウェイもこなすなど二刀流で活動し、ここに来て抱きしめてではペクさん芸術大賞で新人賞を獲得したわ。恋愛ワードを入力してください。今別れの途中ですで年下彼氏の真骨頂を見せ兵役へ。除隊後復帰作は2024年公開予定のファンタジーロマンスヒーローではありませんが、一皮むけた彼の姿が楽しみね。人間離れした異次元の彫刻美女と魅惑の低音ボイス、イースヒョク様。内緒の恋していいですかでは超エリート本部長、明日では死者を導くあの世の冷徹な死神。不健全そうな風情が独特の魅力を醸す彼は高校生の時にランウェイデビュー。ディオールオームからファッションにハマった学生時代、なんとポートフォリオを自分でデザイナーに配ってモデルに採用してもらうという前例のないことをやってのけ、初めからトップデザイナーのランウェイを歩いたという伝説の人物。でも最終的な夢は俳優だったから、当時は堅くなにモデル事務所に所属する気はなく、どんなに忙しくても自分でスケジュール管理をしていたの。2010年映画イパネマ少年で主演に抜擢され、ようやく夢が現実に。一方ファッション誌が選ぶ2013年のニューフェイス男性モデル13人にアジア人で唯一選出されるなど、ランウェイモデルとしても世界を舞台に活躍し、二足わらじを苦もなくこなす天才肌。異端児スヒョク様は来年公開のドラマ2作を控え、ますます輝いているわ。透明感ある美しい顔立ちと九頭身のスタイルお化け、ピョンソク様。コッパダンでは花より美しい結婚仲介集団、青春の記録ではサブ病を量産したモデルで活躍する主人公の同級生。爽やかなルックスで女性のハートをつかむ彼は、モデルをしていた姉の影響で芸能界に興味を抱く。高校1年まで夢はパイロットだったとか。抜群のビジュアルでたびたび路上スカウトを受けるも飛びつかず、演技専攻学科の大学へ進学し、在学中にモデルデビュー。大学卒業前に兵役に就き、除隊後本格的にモデル活動を再開。多くのランウェイなどに出演し、世界のファッション関係者が注目する有望株に。2016年 Dear My Friends で念願の俳優デビュー。その後も青春の記録や映画20世紀の君出演で隠れた逸材が日の光を浴び、日本でも彼の底知れぬ沼に陥る人が急増中。ペクさん芸術大賞新人賞にノミネートされ、レッドカーペットを歩くタキシード姿はさすがモデルと息を飲むほどよ。最新作力の強い女カンナムスンではセクシーな悪役を好演。普段とはまた違う新たな魅力を披露し、色気がとどまることを知らないわ。いかがだったでしょうか。今回はモデル出身の韓国俳優特集でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。